はいどうも、お騒がせポケルスです。本日はですね、新たな時代を感じさせる、ニュースが入ってきました。なんと埼玉西武ライオンズが女子硬式野球チーム埼玉西武ライオンズレディースを発足させることを発表しました。これはね、 NPB12 球団で初の試みですね。いやー、西武さん、これは素敵じゃないですか。まあね、その野球に詳しい皆さんは、まあ、ご存知だと思うんですけども、野球界には女子プロ野球、通称 JWBL というものも存在します。毎年ね、いろいろ試行錯誤とかはしてるんですけども、経営の方がですね、非常に不安定な状況が続いておりまして、昨年には女子プロ野球リーグに所属している71人のうち一気に36人がね、退団してしまうっていう、衝撃のね、出来事がありました。まあ、その中にはね、美しすぎる野球選手として有名な加藤優選手らも含まれてまして、まあね、本当にね、ファンの間ではね、衝撃が走っていました。本当ね、これによって引退を決意した選手とか、社会人野球チームでこうプレーを画策する選手とか、ね、現役を続けたいけども所属が決まってない選手とかもね、結構いたりして、だからね、今回の西武の女子硬式野球チームの発足っていうのはね、本当に彼女たちにとっても新たな選択肢ができたわけで、すごくいいことなんじゃないかなっていうふうにね、僕は思います。もちろんね、元プロの選手たちだけじゃなくて、継続して野球をやっていきたい、って思ってるようなね、全国の女性選手の皆さんにとっても、これはね、大きな光になってくれたんじゃないかなっていうふうに思いますね。そして、具体的な支援の内容なんですけども、ライオンズのユニフォームと同仕様のユニフォームを支給、西武の室内練習場を練習場所としての提供、西武の選手が使っている野球用具やボールなどの提供、ライオンズアカデミーコーチが臨時コーチとしての指導を行うなどね、いろいろあってですね、結構ね、これはね、大きなバックアップだと思うんですよね。まあ、その金銭面はね、もちろんなんですけども、まあ、NPB のね、球団であるこうライオンズのユニフォームと同仕様のね、ものに袖を通せるっていうのはね、これはなんかいいですよね。もちろんね、市販のユニフォームとかもね、球団とか売ってるんですけども、やっぱりね、この同じプレイヤーとしてユニフォームを着て、実際にね、グラウンドでプレーすることができるっていうのはね、やっぱりね、その選手たちとしてはね、嬉しいんじゃないのかなーっていうふうにね、思いますね。だから本当、この女性選手が NPB の球団のユニフォームをね、こういう形で着るっていうのは、本当にね、なんか新しい時代が来たなっていう感じがしてね、すごくなんか、嬉しくなりました。最近はね、こう昔に比べて、セリーグもパリーグもね、人気が出て、まあ、どのチームにもね、それなりにファンがついているって形になってきましたけど、まあ、一方でね、野球人口、いわゆるプレイヤーの数が激減しているらしいんですね。まあこれにはね、その少子化問題とか、趣味の多様化とか、人々の価値観の変化とかね、そういう多くの要素がまあ絡んでると思うんですけども、まあ、そんな中でもね、こうやっていろんな選択肢が用意されていくっていうのはね、非常に良いことなのかなっていうふうには思います。もしかしたらね、他の11球団も今後続いていくって可能性はありますし、本当ね、ライオンズはよく先陣を切ってくれたなっていうふうに思いますね。DeNA からレイズへ移籍した筒香選手とかも、少年野球や学生野球に新しい風をこう吹かせようっていうふうにね、こう前に立って頑張ってくれてますし、まあ、今後も野球をプレーする皆さんにとってね、少しでも、プレーしやすい環境っていうのがね、どんどん増えていくといいですね。はい、というわけで本日は以上です。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。いやー、でも今のライオンズのユニフォームは結構ね、女の子もね、似合いそうだし、いいですよね。まあ、でもこの時のユニフォームだったらやばそう。